はい、こんばんは、お願いします。久々にこうやって喋る気がします。というわけで、まずはね、海岸線。スレッチ使って、これ、画面違和感ないですか、皆さん。わかるかな？間違い探しみたいなね、感じになってますけど、なんかね、新シーズン入ってからかな、上のさ、こうやって、オペレーターの種類とか時間とかいろいろ出てますけど、これが、なんかはみ出ちゃったり、あと左下のこのドローンのマークとかのやつがはみ出ちゃったりして、はい、それで、HUD の範囲をね、なんか中央に寄せました。これしょうがない。まあ今回だけかな。この後多分治ると思う。ちょっとね、やってみたんだけど、やっぱ違和感すごくて、やめました。まあそんなことはいいか。はい。これはキッチン勝手口攻めていくんですけど、はい。とりあえず、オフィス側から、はい、もう3対5になっちゃってますね。はい。とりあえずは、取れそうなところを取っていくと。で、今、あそこなんて言うんだっけ？電子機器じゃなくて。そこ取ってくれたんで、ロビーからのね。で、これは、キッチン窓の方を味方が攻めをしてるんで、そうすると、キッチンの入りっていうのを、違うか、バーか。サンライズバーにしても、キッチンの入りっていうのを、にしても、この吹き抜けから、見ようとしてくることが多いんで、それを僕ブルーバーの方から入りをね、見てたって感じですね。いないんで、もう、ここは工事して、敵の居場所を制限していきながら、まあ時間はまだまだあるんで、ここ、ああ、ギリ入りましたね、カバー。危ない。ちょっと位置予想外れましたけど。で、味方が詰める感じだったので、もうここはもう行くしかないですよ、こういう場面。はい、寄られて 1v2 作られても困るんで。はい。で、理由は外なんで、これね、落ちてるの気づかれてないんで、絶対。はい、ここはもう先のぞき有利ですね。ちょ、見てて、これ。こんだけ余裕があるんですよ。簡単に頭抜ける感じしません？だからほんと先のぞきってね、めちゃくちゃ大事だと思うし、逆に、まあ、防衛側にしてもそうですけど、ロックするときは気をつけた方がいいですね。先のぞきが有利ってことをしっかり頭に入れながら、まあなるべくね自分は体を動かしながらロックするとか、もしくは先のぞきされないような場所で、なるべく予想できないような場所で待つとかしないと、すごい簡単に見えるよね、こうやって見ると。まあそんなラウンドでございました。ということで続いて、同じく海岸線。これはフッカビリヤードですね。攻めていきます。嫌なです。なんかこう、喉が。窓塞いでますね。牙で。これ見ててくださいね。ボム中いない、カウンター中いない、壺前一人。とりあえずここまでの情報取れましたと。で、ADS とか見当たらなかったんで、壺前に対してとりあえずね、まずはフラグを入れていきますと。ただ飛ばず。移動してますね。で、ボム中の人数が少なかったんで、どうにか詰め切りたい場面なんですよね、ここ。もう一個フラグ入れてと。で、ここで動いたところをカットしたかったんですけど、動かなかったんで、で、僕はディフュ持ちじゃなかったらそのまま入り込んだんですけど、さすがにディフュ持ちで入り込むのは怖かったんで、一旦引いてね。ありましたね。今ミュートの位置が分かってカバーがいないんで、これはもう入りきります、はい、音が鳴ってるうちに入り込んで倒しても、この敵の懐ですよね。ここしっかりついて入り込めば、あとは味方が前線上げれるんで、はい、で階段を抑えてくれる人が入ったんで、あとはもう設置ですね。いいね、気持ちいい入り込みというか詰めですね。ここまあ引いてもいいっちゃいいんですけど、結構もうずっと打ち合ってたんで、もうそのまま、先のぞきではないですけど自分から詰めていきましたね。危なかったけどね、結構削られましたね。なんかこう今のさ、ドローン回して状況、まあ、把握して、で、取れる取れないの判断って、まあ正直僕の操作してる視点なので皆さんが見ててどう感じるかわかんないですけど、あ、これなんかいけそうだなとか、これちょっといけないんじゃないみたいな、そういう感覚ってすごい大事だと思うんで。あ、やっぱの、なんか喉おかしいのマジで。なんでだろう。というわけで続いてカフェの、これ3階かな ?3 階ですね。エース使って攻めていきます。なんかね、最近ってかまあずっと思ってますけど、やっぱね、自分から仕掛けることってすごい大事だと思うんですよね。最初のさ、先のぞきもそうですけど、自分から仕掛けていってアドバンテージ取るっていうのが、ほんと大事だし、強い。だけど、ちょっと難しい。このさ、エースの開く縦幅って縮まりました。これ知ってる人いるかな？これ、アザミが守ろうしてますから。これもうラペの人に倒してもらうためにピンを刺しまくってますよ。ひたすら。いやー、これはやりたかったとこですけど、そしてフラグで飛んじゃうというね。まずは裏取りを確実に警戒してと。ほら、このさ、わかる？壁開いてるじゃないですか。エースでね。あの縦幅ちょっとちっちゃくなってない？気のせいかな？もっと大きく開いてた気がするんだけど。あんなもんだっけ？ここね、よく縦と壁の間にこうやって隙間ができて、そこを覗いてくることがあるんですよ。なのでそこを、ロックしてます。ただちょっとここの位置もある程度把握してるような打ち方だったんで。これいいっすね、ここの。この縦裏って、今みたいな、僕がいた位置と打ち合ってる時とかに、まあ、スレッジの動きですね。グッて入り込んでいくと、結構ね、横をつけるんですよ、簡単に。もうシンプルに詰めれば。縦裏いる人って、ミラーぐらいね、綺麗に見えてるわけじゃないんで、隙間からしか見えてないから、ああいう突っ込まれるとああいう風に、結構見えなかったりするんで、いいっすね、今の。はい、ここもすごい簡単に見えません？先のぞき。で、ここディフ持ちなんで、ここは落ち着いてね。はい。あそこで突っ込んじゃったりすると、しちゃいましたね。この設置ポジでと。落ち着いてますね。あそこやっぱ落ち着いてない日はね、勢いに乗って突っ込んじゃったりするんですけど、味方の位置見ながら、設置の判断もね、しっかりして。いいナイスですね。いいね。やっぱこう正解ルートというか正解のこう選択肢を外さないっていうのさ、やっぱ大事だし強いんだけどめっちゃむずいっすよね。こう冷静な判断というか、僕も今終わった後の動画、プレイ動画をね見ながら思いますけど、なんか冷静さを失ってこう突っ込んじゃいそう普通よく突っ込まなかったなんて自分で思いますもん。キル取った瞬間こうアドレナリン出てさ、次のキル狙いに行っちゃったりしません？連キルみたいなさ、ね、これ3階からの窓を見て3階からやられましたねというわけでまずはこの N を開けたいですね。N を開けてベーカリーに入りづらくして崩していきたいというような状況でございます。ただここでなんか覗いてきましたね。やばいね。3対5と2対5。やばいね。まあ、とりあえず開けたいんですけど、まあ、ADS これもこいつめちゃくちゃ迷いました。横壁開けてその後普通に正面開けれないのどうなんだろうとかね。でこれ今上出ましたけど、あ1人倒したね今、はい、上出ましたけどあれねクレーマー壊してるんですよあいつ、はい、だからもう一回飛び出すっていう予想で、でそしたらこっち飛び出すっていうね。いいね。やっぱ人間の心理というものは分かりやすいもんで、はい、盾もあるしガジェットいっぱいあるし、もうこれは裏行きますっていう感じですね。まあ、時間はあるからこれ1分15秒。まだ諦めてないですよ。1人負傷だしね。まあ、実質 1v2。残り1分。これボムで今、アザミがガジェット使って、で、今音聞こえたの分かりますよ。この横。決め打ちで立てて、そしてここ戻るところ。いやー、素晴らしい。エースでエース。最高ですね。まあ、今のポイントは最後特に入り込んでると思わなかったと思うんですよ。あのアザミ。負傷で止まってるし、ルークかなまあ。で、僕はもう負傷させて、そのまま中に入り込んでいって抑えた。まあちょっと今日の動画、最初の1ラウンド目とかもそうですけど、結構僕はもう入り込んで、で、敵が戻るところみたいなのを、まあ倒すっていうことが多くて、なんとなくわかります？倒して、その場でとどまって、次の展開を待つっていうよりは、倒した瞬間もう敵の嫌なところにグッて入り込んで、そこでロックというか、まあ、入り込んで相手を潰しに行く、戻ってくるところを抑え込むみたいな。あれほんと強いんで、あれはね、あのアザミの人も結構読みづらい、地味に、はい、嫌な立ち回りだと思います。というわけで、これもう今日最後です。最後はもう全然違いますけど、スモークで領事館地下守っていきます。早いですね、進行。ビザあたりからのこの車線いいっすよね。工事しておいて。来ましたね、ストレッチ。なんか最近 CG やってて一番楽しいオペ、スモークかもしんないっすね。なんかね、スモークが一番こう CG してる感ある。やばいね、正面開けられてプラス裏からも来てるというヤバめな状態ですね。敵部隊が爆弾を発見、守れ。味方は近場にいない状態なんで、僕はもうどうにかここは抑え込みたいとこですね。ただスレッジフィンカがいると思うので、遠くでジャックからの銃声します。ここね、ちょっと難しい。死んじゃうとダメなんで、ここは打ち合いを望まず引いてたんですけど、危なかったね。入り込んでました。で、回復もらいたかったけど先に取られちゃった。まあ置いた本人なんでね、僕はわがまま言えないですけど。で、これは非常化に対して最後残り、50秒ぐらいなんで、木を毒ガスで抑え込みたいっていうね、狙いですね。スモークはここから、非常化をね、木で抑えれるんで、かなり、まあなんか、打ち合い苦手な人とかでもできると思う、ここは。こうやってね。僕は車線作ってますけど、しっかり。別に車線じゃなくて投げるだけの穴でもいいしね。はい、これ最初開けた足元の工事。大事なの分かりますね、こうやって見ると進行が分かりやすいので。で、この時間で螺旋来ないってことはもう来ないっすね。一回僕は早めに確認しましたけど、落とし戸開けたテルミットとあと1人ジャックからとラスト異常回焚いて木で倒してとテラストテルミットいいね。いや、木強くない？ほんとなんかこう打ち合い強いとかガジェット強いとかっていう感じより、なんかこう全体的になんていうのかな、こう強い。言いたいこと分かりました。全体的に総合的に強い、はい、そんなオペな気がします。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、また次回の動画でお待ちします。バイバイ。